はい、皆さんこんにちは、星の子です。今日は家事楽、お家の綺麗を保つためのアイディア10選紹介していきます。今日この動画のポイントとなるのが、普段からの心がけとか綺麗を保つために気をつけることっていろいろあると思うんですけど、今日はね、そういう意識的な心がけとか論理的なアイディアとかではなく、物理的にすぐにでもみんなが実践できるような10個の我が家なりの工夫を紹介していきたいと思います。それでは早速スタート。ということで、普段から綺麗を保つコツを教えてくださいって言われるんですけど、こればっかりはね、意識してどうにかできるもんじゃないんですよ。人ってできる時とできない時があるし、疲れてたらね、心も余裕がなくなるからね、お家のことだってできなくなるんですよ。ただそんな時でもちょっとでもやっとくかって気持ちになれる工夫がやっぱ必要なんですよね。ということで、今日はリビング編、洗面所編、お風呂編、キッチン編、この4つに分けて紹介していきたいと思います。まず最初にリビング編。1つ目、テレビ裏にハンディモップを常にかけております。どこにでも言えることなんですけど、そこに使うお掃除アイテムはすぐ手に届く場所に置いておく。なんかちょっと汚いな、サクッと掃除したいなっていう時に取りに行く手間を省けばいいんですね。なのでテレビの後ろにハンディモップを置くとか、寝室のベッドサイドの横にかけておくとか、お掃除アイテムを取りに行くっていうその手間のハードルをまず下げてあげるっていう工夫をしております。なんでリビングのテレビの後ろなのかって言ったら、やっぱりお掃除アイテムはね、隠したいっていうのがあるので、テレビ裏は隠しやすいっていうのと、あとテレビ周りってすごいホコリがつきやすいので、来客があった際になんかすごいホコリかぶってるテレビだなって思われるのも嫌だし、結構目が行くところじゃないですか。なのでテレビ裏にハンディモップをかけております。そして2つ目、山崎実業さんのテーブル収納ラックをダイニングテーブル下に取り付けております。ダイニングテーブルって郵便物だったり、学校のプリントだったりとか、支払い用紙ここに置いとこうとか、もう結構散らかりやすい。これはあるあるだと思います。なのでテーブルの上に置くんじゃなくって、一旦テーブル収納ラックに入れるっていうのを習慣化すれば、ダイニングテーブルは散らかりにくいですし、定期的にそのラックの中を見直しすれば、支払い期限のあるものとか漏れてしまう恐れもないです。これも定期的に見直すっていうのも、最初は全然習慣化できなかったんですけど、今になってやっと習慣化できたことです。忙しい時はどうしても見直せないけど、落ち着いた時に、あ、そういえばラックを見直そうっていいと思います。ダイニングテーブルが散らかってると、さあご飯って時にテーブルの上を片付けるって作業やんなきゃいけなかったりとかして、すごい夜ご飯急いでる時はイライラしちゃうから、もし旦那さんとかね、見てくださってる方がいたら、ダイニングテーブルはちょっとこれから綺麗にしようって心がけてくれたら嬉しいです。そして続いて3つ目、重いものをキャスター付きトレイの上に置くということです。うちは楽天で買ったものを使ってるんですけど、今ねまさに見えてる観葉植物、すっごい重いんですよ。でしかもこう鳥小屋の横にあるので、お掃除の頻度がすごい高いところなんですよ。そこにこの重い植物があると、どかすのも大変だし、そこをお掃除するのもね、一苦労になっちゃうので、キャスターが付いてれば転がすだけでそこを楽々お掃除ができるので、このキャスター付きトレイを使って物をどかして掃除するっていう負担を減らしております。乾雨機なんかは1日に 2,3 回とかやらないとすごいことになっちゃうので、こまめにやるってなるとね、なかなか掃除機を持ってきてっていうことが大変で、ハードルが上がっちゃうので、気軽にできるようにハンディ掃除機を使う場所に置いてます。リビング編はこんな感じです。続いてが洗面所編になります。1つ目、すぐ取れるところにパストリーゼのスプレーボトルや、お掃除用のブラシ、掃除用スポンジ、マイクロファイバー雑巾を配置する。洗面所ってね、すごく湿気がこもりやすくって、洗濯機周りだったり洗面周り、とにかくホコリがくっつきやすいです。汚れが溜まったら厄介です。なので一番多分小掃除を心がけているところで、朝起きてからでも寝る前でもいいし、鏡とか蛇口の周りだったりとか、あそこがね、水垢ができてしまったりとか、ホコリかぶってしまってたら結構汚い洗面所に見えてしまいがちだと思うので、そこをアルコールでシュッシュって吹きかけて、マイクロファイバーで拭き上げれば、拭き跡も残らずにすごいピカピカになりやすいので、とにかく普段のお掃除はアルコールがおすすめです。これがまた違う洗剤になってくると、拭き跡が残りやすかったり、ホコリが残りやすかったりするので、アルコールにぜひ変えてみてください。鏡もなんかコーティングとかされてるような鏡があるので、自分の家の鏡がコーティングされてるかされてないかとか、アルコール使えるか使えないかみたいなのもちゃんと調べるといいかなと思います。我が家はパストリーゼを使っております。で、2つ目は、洗面所ってスキンケアとかヘアアイテムを置くことが多いと思うんですけど、スキンケアもホコリかぶったらいけ
けないので、我が家は直置きしない三面鏡裏の収納に全て収めています。唯一うちで置いてあるのは、朝晩使う大容量タイプのパックだったり、ヘアアイロンとか毎日出したりしまったり、コード丸めたりとかするのめんどくさいので、最低限のものだけ出しておくってことにしております。そうじゃないと拭き掃除やるときどかすっていう、また作業がめんどくさいですよね。しかも手を洗ったらその水がスキンケアのボトルに飛び散っちゃったりするので、なるべく必要最低限のものだけを置くっていうことを心がけてます。続いてお風呂編、一つ目は浮かす吊るす収納にこだわっております。これはお風呂に限らずいろんなところでやってはいるんですけども、特にお風呂周りは水垢、ぬめり、石鹸カス、カビとか、そんな汚れが目立ちますよね。やばい、めっちゃ暗くなってきた。あ、電気つけようかな。まだいける。電気つけました。色味が変わります、すいません。はい、話に戻ります。浮かして吊るしてのメリットは、風通しが良くなるんですよ。ぬめるを防止できたりとか、カビ、水垢防止になります。で、どかして掃除するっていう手間も省けますし、汚れも溜めにくいっていう、もう一石二鳥なので、吊るす浮かすの収納をやってない方はすぐに実践してください。そして2つ目は、排水口を見える化するということです。これはね、排水管の部分の蓋を取っちゃうので、ちっちゃいお子さんがいる方なんかは蓋を取るとそこがねデコッとするので危ないっていう意見もあると思うし、そもそも見えてんの嫌だって思う人もいると思うし、蓋が開いてることによってそのままダイレクトに匂いが広まっちゃうっていう意見もあると思うし、デメリットも考えられるようなことかなと思うんだけど、我が家は排水管の部分を見える化してる方がすごく楽ということで、これを実践しています。で、今までは髪の毛とか汚れが渦を巻いて真ん中に溜まっていくダイソーのクルットキャッチャーを使っていたんですけど、それよりもいいものをホームセンターで見つけまして、これがすっごく良かったです。ダイソーのクルットキャッチャーはちゃんと真ん中に髪の毛が溜まるんですけど、ちょっとこう隙間ができてしまうんですよ、間に。なので、そこから髪の毛がスルッと流れちゃったりとか、そんなことがあったので、なんかいいものないかねって言ってたら、こちらに出会って、これはもうねピタッとくっつくので、隙間から髪の毛が流れていっちゃうってこともなく使えるんですよ。しかもこっちの方がちゃんと綺麗に真ん中にまとまるんですよ。髪の毛が絡みついたりしないので、その汚れをポッて取って軽くちょっとスポンジで磨くだけ、そんな簡単なお掃除で済みます。結構その排水口のね、お掃除のハードルっていうのがすごく高いと思うし、ちょっとでも放置してたら、あれちょっと待って、いつから掃除してないっけ、いつからこの排水口見てないっけ、恐ろしいと思いながらこうめくって、うーみたいな、もう嫌なんです。だからもうそうならないように、常に見えてる状態、汚れもたまらないうちにちゃんと綺麗にすればいいんだ、ちゃんと向き合えばいいんだから、もうそれしかないですよ。水垢嫌いな人はもう常に向き合うってこと、隠さない。だから、お風呂のエプロンなんかはさ、それはしょうがないじゃん、剥がしてるわけにはいかないから。あのエプロン見るのってすごい恐怖じゃないですか。もう私は絶対見れないです。なので、もう業者さんに頼むか、もうパパにちょっとどうしてもって言ってお願いするか、どっちかなんですけど、それぐらいもう水垢が嫌いです。なので、我が家は排水口部分を見える化して、排水口蓋を他のものに変更するっていうことをやってます。これは好みが分かれると思うので、実践するしないは皆さん次第。続いてお風呂編3つ目、ルックプラスバスタブクレンジングというお風呂洗剤を使っています。これは泡で出る洗剤で、これでシューって吹きかけて60秒放置して、あとは水で洗い流すだけで綺麗になるっていうアイテムなんだけど、こういう似たような商品いっぱいあると思うので、いろいろ我が家も使ったりするんだけど、今はルックプラスのバスタブクレンジングを使ってます。どういう原理なのかって言ったら、銀イオンプラスをかけて60秒後に流すだけでピンク汚れ予防ができる。ピンク汚れの正体は、目に見えないロドトルラという微生物が増殖してできる生物由来の汚れ。浴槽掃除のついでに床や排水口に週に1回以上を目安に定期的にかけて流すだけで、原因微生物を除去してピンク汚れの発生を防ぐ。汚れを落とすだけじゃなくて、汚れの防止もできるっていうことですね。必ずこれはもう使ってて、お風呂上がりにシューってやってて出るっていうのが、私もじゅんくんもルーティンになっております。これはもう結婚当初絶対にそんなことやる人じゃなかったのに、簡単なルーティンを取り入れただけで私も楽だし、旦那さんにも負担がないという、もうプラスしかない。これはぜひやってない方は実践してみてください。やばい、電池がない。はい、変えます。はい、ということでお風呂編はそんな感じです。次、キッチン編。1つ目、冷蔵庫野菜室に備長炭シートを敷くということです。まあ、冷蔵庫の掃除とかしてる方もいると思うんですけど、まあ、そこまでねこまめにはできないと思うんですけど、そのためになるべく冷蔵庫の中が汚れにくいように、そして匂いがこびりつきにくいように備長炭シートを敷くっていうのをやってて、これは100均とかでも買えます。この備長炭シートは消臭抗菌防カビの効果もありながら、汚れも防止してくれるっていうね、
なんかちょっと液体が垂れちゃったとか、いろいろトラブルあるじゃないですか。定期的にそのシートを交換すればお掃除もすごく楽になりますし、同時に消臭抗菌効果もあるので、こちらも一石二鳥。冷蔵庫の中に何も敷いてない人は貼ることがちょっと手間かもしれないけど、その後の掃除が楽なので、ぜひシート貼ってみてください。続いて2つ目、重曹セスキ炭酸ソーダクエン酸アルカリ電解水のナチュラル洗剤を使用するということです。この4つの詳しい使い分けとか特徴などはこちらの動画で詳しく紹介してます。結構いろんな媒体さんで取り上げていただくことの多い動画になっております。この動画を見ればもう使い方はマスターできると思います。多分って言っとくね。ナチュラル洗剤って手肌のことを気にせずに気軽に使いやすいので、コンロ周りが汚れてるなと思ったら料理前にちょっとサクッとアルカリ電解水で拭き上げたりとか、シンク周りも水垢汚れが気になるなって時はクエン酸だったりセスキ炭酸ソーダ水を作ってシュシュシュって吹きかけておいて、ちょっと時間経ったらスポンジで洗い流したり、お料理の調味料が飛び散ったりようなする場所で綺麗を保つってことはすごく難しいので、気軽になるだけ小掃除ができるようにしているっていうのが我が家なりの工夫になります。本当に何度も動画で紹介してるけど、このアルカリ電解水でコンロ周りを吹きかけてキッチンペーパーなんかで拭けば、油のね汚れを分解してすぐに溶かしてくれるんですよ。ちゃんと洗浄力はあるんだけど水に変わる不思議な洗剤なので、これはもう昔から、子供が生まれる前からなのでもう7年ぐらいずっと使っております。で、重曹セスキ炭酸ソーダクエン酸とかはもう100均でいつも買って粉でそのまま使うこともあれば、水で薄めてスプレーボトルに詰め替えて使うこともありますし、まあ、使い方に関してもこちらの動画を見ていただければわかると思うので、ぜひ見てください。概要欄にも載せておきます。そして続いてがファブリック調のキッチンマットを置かない。これはお手洗いとかにも言えることなんだけど、ファブリックだともうそこにね何かこぼしちゃったらシミがついちゃうわ、掃除が大変だわ、いろいろね手間もあるじゃないですか。なので我が家は PVC マットを敷いてます。これはね私はスリコでいつも買ってるんだけど、まあ、スリコじゃなくても確か IKEA とかホームセンターとかにもありますし、多分いろんなとこで買えると思うんだけど、この PVC マットにしてます。この半透明でちょっと厚さのあるシートでキッチンの幅とかに合わせてカットして使っています。で、汚くなりすぎたなって時はもうそれを小さくして捨ててまた新しいものに取り替えることもできますし、うちはね全然もう取り替えてないですね。1個のマットをずっとこう拭き掃除だけで使ってます。で、この PVC マットの特徴としては、うちが使ってるスリコのものだと水洗い対応、ホットカーペットも対応、撥水抗菌作用があります。材質としてはポリエステル PVC ショートパイルが使われているみたいです。抗菌とか防カビの加工がされているものをいつも選んでおります。で、水とか汚れにすごく強いのでお掃除も楽だし、フローリングを汚さずに済む。なのでキッチンマット敷いてない方とか、ファブリック調のもの敷いてる方はぜひこの PVC マットもあるんだよってことをおすすめしたいです。まあインテリア重視とかで言えばさ、ファブリック調のマットとかの方がおしゃれだったりすると思うんだけど、今では多分こういう PVC タイプの柄ありとか可愛いのも多分いろいろ出てると思うんだよね。うちはもう何のインテリアも邪魔しない半透明タイプを使ってて、それが一番私はしっくりくるんだけど、もしちょっとこう柄付けがいいって方とかは探してみてください。マットのことで言えば、まあ、リビングとかはさすがにこうインテリア重視でカーペット敷いてたりするんだけど、リビングの半分は、まあ、ワンちゃんがいるので防水とか抗菌作用のあるプレイマットみたいなの敷いていて、その上にトイレシーツ置いてます。万が一ちょっとこうね粗相しちゃったりとかした時もさっと拭けるように、そして走り回る時もフローリングよりもストレスがないっていうのでプレイマットにしてたりとか、あとは、まあ、さっきも言った通りトイレのファブリック調のマットは使わない、あとお風呂のマットもファブリック調のものはもう使わないようになりました。今はね珪藻土よりも気に入ってるプニュプニュタイプのマットで、なんかねこれほんと珪藻土ってずっと使ってると吸収しなくなるんですよ、水分を。で、一回気に当たるところでちょっと乾燥させなきゃいけなかったりとかするんだけど、これはねずっとちゃんと染み込んでくれるんですよ。吊るせるからね、ちゃんとこうやって。我が家は浴槽の乾燥機で洗濯物を干してるんだけど、その時についでに一緒にこれかけて乾燥させたりとか、これすごいいいですよ。ちょっとすごい余談なんですけど、ぜひこちらもチェックしてみてください。今回紹介したアイテムは全て概要欄に載せているので、気になるものがあればぜひぜひチェックしてみてください。最後に毎日の家事も楽しくなるマリリンさんとのコラボエプロンを紹介させてください。可愛いよね、この大きさちょうどいいかも。
メイクやファッションのことに限らず、主婦として母としての発信もされているマリリンさん。そんなマリリンさんのこだわりの詰まったエプロンが本日4月6日21時より販売開始します。商品名はアジャストメントマリリンエプロン。カラーはベージュ、カーキ、チャコール、ピンクの4色展開。素材は耐久性もあり、お手入れのしやすい生地を採用しております。全色本当に可愛いなって思うんですけど、ベージュはやっぱりすごい合わせやすいので、それこそカジュアルな感じからエレガントな感じまで両方合わせ使いがすごいしやすいなっていう、ファッションとして本当に楽しめるなって思います。あとはチャコール使いやすいかなと思います。色味的にも本当でも全部マジで形が可愛いんで、私自身もやっぱりその体型のこととかでエプロンをつけた時にちょっと大きく見えちゃったりってなったんですけど、今回 そのウエストに絞りがあって体型カバーするようなこう絞りになってるから、すごくスタイルアップして見えるっていう。あとやっぱ来客来た時とかにちょっとこうおしゃれなファッションのような感覚でエプロンつけれて、お出迎えとかもできると思うんで気分上がりますよね。料理もしててすごい楽しいかなって思います。それもこれいいですか。うん、いい、はい、あら優雅な主婦、あ優雅な主婦いるいる。本日4月6日21時より予約販売となります。販売個数に達次第販売終了となりますので、皆さんぜひお早めにチェックをお願いします。